犬ぬわ。ねえ。おお、何？次落とした。もう行ってみよう、ワンパチ。ワンパチ可愛いね。お尻プルプルしてるね。チンチン。おお、なんかひょ。元気の塊落ちてたよね。元気の塊落ちてたよね。あ、上ね。お、何あれ、何あれ、ポケモンこれ。お絵かきしてる。もっともっと壊しなさい。願い星を掘り出すのです。ゾウーン。はあ、すごいことしてんね。何そのいたずら書きみたいな。はい、おお、回復してるかな。お、ダブラン。お、回復してる。よっしゃー。おりゃ、えい。本当に分かってんのかお前、ほんとに。もうここはちょっと活躍しながらニャース出そう。ああ、悪の技持ってるからね。ガブリニャ。もうひるんだし、またまたガブリニャ。出してないニャ。ちょお腹に。何なんだお前、何するニャ。今くしゃみですね。今のくしゃみですね。ニャース弱いね。不意打ちもあれなんだよね。エスパー、虫かな。違うっけ、こいつ悪だったっけ、エスパーじゃなかったっけな。はい、バツくん。追い風、追い風、素早さ、いやいや、やらんねん。オニータ、あー、フェアリーか。フェアリーねー。不意打ち攻撃してこないかな。特殊じゃない方の。変化系じゃない。ポニータ。かわいいね、ポニータね。不意打ちでなんとかなんないか。あ、決まんなかった。高速移動か。おお、ポニータは高速移動し、かわいいね。よし、来い。来た。えい、抜群。ポニータ欲しいな。何かのミスです。負けたのよ、ちゃんと。ビド君、ビド君、
声を絞り出すけれど本当に残念ですよ。孤独だった君を見出した。才能を伸ばすためトレーナースクールにも通わせたし、昔の私を思い出しチャンスも与えましたよね。ねえ。ですが遺跡を壊すようなガラルを愛していない。君のような戦車はジムチャレンジにふさわしくない。追って処分を決めるからすぐナックルシーに戻りなさい。そうですよね。僕は失格ということを選んだあなたのミスですよ。100ある選択肢の中で最も最悪のチョイスです。願い星預かっておきます。募集です。募集度です。ファン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 。ねえ。狂気を持ってるなあの子は。遺跡は無事かしら。これ どうなってんのこれ。なんかサインみたいな書いてあったよ。おお。え？ぶっ壊。めちゃくちゃぶっ壊れたじゃん遺跡。おお。あ、剣と盾持ってんじゃん犬が。お、なに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 。なになにこれ。ラストミステリー？不思議発見？え？ガラル地方ではみたいな。歩きながら。おお、日の目みたい遺跡。ガラルのどんな伝説を伝えているでしょうか。ねえ。じゃあ野々村誠くんはポケモン。うん。あ、正解。やったねー。スーパーひとしくんかけてたよかったね。いよ二人います。あ、やった。ちょっとこれルック JTB で行く旅もらえんじゃない？これルック JTB で行くやつ。あれは視聴者か。あれ視聴者だね。はーい。剣も盾もポケモン。だと思う。うん。それとポケモン、あ、ポケモン、あ、そういうこと。あの表紙ね。このゲームの表紙でしょ。うん。あ、元気のかけら。めっちゃ元気のかけらくれるじゃんこの。はあ、こんなふうになっちゃった。ああ、そういうこと起きましたねおじさん。なな、な。壊せる前の芸術性がありました。あれ変なラグ書きみたいなの。あれ別にいいんじゃない。そこ。いやすごいこと起きましたね。あ、キノコ。おお。え、なにこれ。おしゃれな。あらら、かわいい。なにこれ、幻想的な森ですね。素敵。おお、すごい。アラベスクタウン。めっちゃ幻想的な街じゃんこれ。光るキノコで素敵ね。あらららら、素敵。なんかいる。シュシュ。あー、素敵な街ね。フェアリータイプのいたずら。いや、ここはいいね。素敵だね。ピンクの衣服を進めていく。なんだ十分。あ、なんか、いいね。かわいい。女の子のお話ししてんのかなあれ。あ、あ、眠る。あ、このとこ眠る置いてあるんだね。よし。いいですね。素敵ですね。じゃあジム。ポケモンがいっぱい浮いてんだなここ。かわいい。お、マリー。マリーも来てんの。お、気に入っちゃった。一緒に行く。あ、ありがとうございます。ボール
ボールガイダーボールよ。ラブが溢れてそう。ラブラブボール。はいはい。セリフと違うと捕まえやすくなる。うん、はい。フェアリータイプか。フェアリータイプの弱点なんだっけな。悪と ピンク不足？そうですか？私が？後継者が欲しい。はあ。オーディションも兼ねてる。へえ。能力が上がる。はい。上手に戦ってます。うん。フェアリータイプの事務員のふさわしいオーディション始めましょう。何このおばさんみたいな感じの人と、うん、うん、悪は効かないのか。えい、ペロリーム、問題、ペロリータイムの弱点あなた分かりますか。え、毒じゃない、フェアリーならどうだ。ああ、やった。お、攻撃と毒が上がった。じゃあなんならスピードスターでもいけないかしら。いけない。おお、されて吸収もらされた。これでももう次いけんじゃない、スピードスター。途中で問題があるんだね、戦闘の。負けてその顔するか。小村さんがどう思うか分かりますが、私はママキに言いました。あ、この人オーディションしてくれてる人なんだ。また来たよ、同じ人。あ、2人目？同じ人じゃないの、この人。チヨ。じゃあ。このまま行きましょう。こいつね。問題、あ、問題。さっきのジムトレーナーの名前は、え？覚えてねえや。ココなんて名前じゃなかった気がするな。コト？人の名前としてはコトさんだよね、多分ね。違う？あ、やだ。なんか上がった。素早さが上がった。あ、天使のキス。すげえキスされんな。ああ、混乱しちゃった。混乱しちゃったじゃん。すげえキスされる。混乱すんな。あ、混乱してる？うわあ、自分に攻撃しちゃった。うるせえし、キスするし。なんなんだ。よし。うわあ、残ってる。残ってるよ。キスする、めっちゃキスされる。
よし。お、誰？運長最高記念です。ああ、まあいいね。最強光線でしょうね。よし、千代と勝った。なんでお前上から言うんだ最後。このジムめちゃくちゃ金かかってねえな、今までのに対して。お次は私。いや、ならないよ。フェアリータイプ、フェアリータイプいないし、まずタッチ。おぎも、あれか、あいつの進化系か。ああ、インテレオンもだいぶ。お、問題。私が毎朝食べてるメニューは何？知らねえ。オムレツ、ああ、カレー。え、渡してこう、こう、あれでしょ？ジムリーダーでしょ？カレー毎朝、イチローだよね、これね。昔のイチローだよね。オムレツね、あのホテルのオムレツとかうまいよね、朝食のね。オムレツかな、なんかホテルの朝食のイメージ。あー、チーズオムレツ、え、チーズオムレツなんか食うの。しかもこんなの何も知識でもないじゃん。もっとポケモンの知識かと思った、クイズって。こんな知らん話されるんだね。サーナイト、サーナイトは、じゃあね、サーナイトだったらバタフリーの虫が効くんじゃないかな。エスパー入ってるの、サーナイト。おお、火か、やばいやばい。特攻下がっちゃった。あれ、エスパー入ってなかったっけ、サーナイト。ポケモン変えるか。じゃあもうピカチュウで。物理防御でしょ。よし、物理。エスパー、フェアリーで虫が効かないんだ。うわ、10万ボルト全然効かねえ。マジか。じゃあ、電磁波だけ打っとこう。まあ、ヒーラーしとこう。ゲイ。いてててててて。もう、あとは10万ボルトで押していこう。全然まひらねえじゃん。あー、ピカチュウ、しゃあない。スピードさえいけるだろ。よし、よし。何なんだお前。困ってんのお前ら。お、どう。あ、なんどこ行っちゃう。え、どういうこと。え、これでいいの。ああ、あ、挑みますけど。あ、これで、あ、これでいくのか。じゃあ回復しよっか。ちょっとね、元気のかけらも使いましょう。
もういろいろ歩くの疲れるのかな。うん、遅いしね歩くのね。うん、うん、最後の試験私、うん、しゃあ歩くの遅っ、まだ歩いてる遅い遅い、よし、ハイパーボールなんですけど、お、マタドガスだ、これフェアリーなの、ドッグフェアリー、よっしゃ溜まってる、毒、まあまあ自分の位置でいきますか、一応おう、うわ問題、私のあだ名を知ってるかい、あ、間違えた、なんか教えた、なんか下がっちゃった、なんか下がっちゃった、なんつってたの、なんかおっしゃったんだけど、なんかおっしゃったんだけど、はい、クチート、クチートは鋼フェアリーかな、鋼って何聞いたっけな、まあいいや、素早さ下がってるけどこのまま行こう、うわー、どんどん下がる、攻撃も下がる、まあいいか攻撃は、うーん、まあまあ狙い撃ちしとこう、おっ、いけるいける、まだいけるね、ゴリ押しでトゲキッズ、まあ、フェアリー型だの、まあこのままでいいかな、あ、そうだ、だったらバタフリーに虫やら、あ、虫関係ねえか、虫効かねえんだ、よし、ね、狙い撃ちや、ででででで、うわ結構効いた、いるんだ、問題、好きな色、ピンクじゃないのこんな、あの首にはパープル巻いてるよね、あ、いや意外とあの人はピンク少ない、もしかして、でも、うん、いやピンクだよね普通、うん、でもパープルあの人だけつけてんだよね、こんな迷うとこなのかなピンクだろうなと思うんだけどね、あの人パープルをつけてんのよ、あの人だけ、首にめっちゃパープル巻いてんだよね、パープルいいじゃないか、おお当たった、え、もしかしたらピンクも好きだったとかそういうこと、両方好きとか、まあいいや、なんでもいいや、あー、うっそー、強っ、うーん、ちょっと回復してもらおう、バイウールに出て、でバイユール結構食らうんだね、バイユールで倒せない気がするので、インテレオンをできるだけ回復させておこう、うわー、よし、よかった、ちょっとでもダメージを与えといた方がいいな、いけるか、あ、いけないか、あ、
まあインテレオン飛行とかないよね。どうあったかな。エスパお問題？年齢は？いやこっちだろうけどさ、いやこっちでしょ。でもこれの可能性ある？これの可能性ある。16歳なのあの人。そう、意外と犬の16歳とかなのかな。じゃあ犬の16歳の可能性、人間じゃないっていう可能性あるけどね、あの感じの顔でね。犬の16歳いい答えだよ。あ、そういうことね。お世辞ってことね。お世辞へってことね。あ、そういうことか。ぐんと上がってよ。いけんじゃないか一発で。あ、いけねえか。スピード差でいけるだろう。よし、政治ってことね。はい、魔法一歩これ最後だよね多分ね。最後で言ったらうちのニャースでしょう。お金儲けに来ただにゃ。寝てた？寝てたの今まで。あ、かわいい魔法イップ頼むぜ。巨大小判にゃにゃ。って言うね。長いでしょ。食ってないにゃ。どういう顔じゃ。どういう、あ、重い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 。投げれた投げれた。おお、すごい。魔法一分めっちゃ可愛い。何これ、ウェディングケーキみたいな。可愛い。わあ、めっちゃ可愛いじゃん魔法一分。にゃー、全部金にゃわ。なになになに、いた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 。回復されているにゃ。もう一回食らうにゃ。巨大小判。全然混乱しないだにゃ。やめるにゃ。よしだ。一回ぐらい混乱が来てくれないのかな。えい、おお、降った。上降った。あ、混乱解けてんじゃん。うわー、強っ。強い強い。こい、回復もするしこいつ結構強えな。お、解除された。あらあら、ちっちゃくなっちゃった。あら
さっきはよくもやってくれたな。おい、お嬢ちゃん。ちっちゃい的に。あー、インテレオン。インテレオン。ピカチュウ、君に決めた。よし、10万ボルトだ。いけ。イエーイ。いった。傘投げんな。おお、2万円拾った。すげえね、やっぱり。本当に、まあ、別の人探してください。傘拾ったんだね、それね。お、いや、ちょうどいいとこはまった。やったー。おう、お、技マシンも。ドレインキス。めっちゃ使ってたね。うん。ダメージ半分以上、ヒットポイント半分以上。いいね。ピンクのユニフォーム。はい。歩くの遅っ。ビートたけしみたいなこと言うね。ビートたけしみがあるね、今回のポケモンね。よしよしよし。今日はこんぐらいか。お、お、なになに、まだあんの。ああ、じゃあ行きますわ。ああ、そうっすか。足遅っ。これについてきたの私。ビートいる。おい、お前クビになったらしいな。おい、うん、あるよ。余裕余裕。あ、そうなの。ピンク、まあ紫、ピンク、ピンクか。そうなの。めっちゃ傘投げるじゃん。 おめでとう。え、受かったのこいつ。え、これで終わったのこいつのチャレンジ。めっちゃ気に入られてんじゃん。はあ、あ、別の町に向かうのね。あいつはじゃあ後継者になるためにこれから頑張んの。そんな終わり方ある。そんな終わり方ありますかね。